いつも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。はい、さっき途中までね、完全に組み立てて動作チェックをしたんですけど、ちょっとね、もう一回問題が発生してしまいました。今度は何かっていうと、次から次へとね、問題が起きるね。あのね、この、蓋の方のね、この下の部分、がね、この基板と接触してることを発見しました。で、さっきね、先に折っちゃったんだけど、ここを折ってしまいました。丸いの、純正のメカボがまだ いるので、これをね、ちょっと引き合いにして説明をすると、ほら、これがね、ここまで来てるでしょ。で、これほら、この辺でね、折ったわけですよ。だから、このね、棒が、かなりね、下まで来るわけですよ。そしたら、ここにね、なんかぶち当たってたんですよね。で、おかげさんで、実は、このパーツ、もう剥がれちゃってます。半分ぐらい。わかるかな？ちょっとだけね、動くんだよね。ほら。だからね、これをね、またハンダし直してあげないといけないっていう点が1点。あともう1点あって、多分だけど、動作不良を起こしてたな。多分ここはね、首皮1枚で繋がってたんだと思う。あのね、これが、要は、ここに接触してたってことは、ね、ここでね、もう一個あって、これちょっと折り曲げ見づらいんだけど、ほら、ここ、ね、メカボと接触して、皮膚が剥げちゃってました。だから、ここと、ここがショートしてたみたいで、どうもね。それでね、ちょっと動作不良を起こしてて、何が起きたかっていうと、単発打てんだけど、なぜか、フロートが打てないっていう謎の状態になってました。はい。というわけで、ちょっとね、ここをね、ハンダ付けし直して、こっちをね、なんとかしていこうと思います。よし、じゃあこれはね、サクッと直るので、よいしょ。よし。OK。こっちはね、サクッと直るからいいんだけど、要は、今回、太い線に変えたので、隙間がなくなっちゃったんだよね、多分ね。そのせいで、ちょっとメカボと接触して、皮膚が破けちゃったんじゃないのかなと思ってます。ここだね、ほら。これちょっとなんとかしないとな。やばいね。ちょっと、取り回しをもう再度考えつつ、もうこれ修復のしようがないので、どうしようかな。一旦外して、熱収縮チューブをね、上にかぶせる感じで、なんとかね、ちょっと対応していこうと思います。よし、じゃあ、続き頑張ります。よし、ついにやってまいりました。やってまいりました。はい、ちょっとね、仮組みしたとこです。よし、これでいけるかな？いける気があんまりしない。よし、いきます。よし、単発 OK。いきます。これ球弾不良じゃないんだ。ほら、これ秒間46でしか回ってないんだね、多分。50まで届かなかった。ノーマルバッテリーじゃね。よっしゃ。ついに来たぞ。俺の出番が。うわー、焼けないことを祈ります。焼けないことを祈ります。焼けないことを祈って。ダメだ、秒間が測れない。なんで秒間何発が測れない？なんでだろう。一応大丈夫っぽいね。なんでだろう。なんでだろうね。ちょっと 20C のいつものバッテリーに変えてもう一回打ってみます。
あれ、これはわかる。45って出た。え、もしかしてこれ45、6以上は測れないってこと？マジで？うっそ。ちょ、もう一回行くよ。今度はまたこのね、40C に変えて。あー、来たー来たーねごめんなさい、なんか測定ミスか分かんないけど、ちょっとね、ミスらんない初速になっちゃった。49来た49来たちょ、もう一回行くわ、もう一回行く。頼む、50行ってくれ。壊れたマジか。いやー、また壊れましたうーわー、けどね、今49いったよね。いやー、もうほぼ50と言っていいんじゃないでしょうかまた壊れたけどマジかー。さあ、開けてみよう。よし、じゃあね、開けてみますよ。さあ、何がどうぶっ壊れたかな。さあ、せーの、ドン、テリン、あピストンがそうか、秒間50に、あらららら耐えられなかったか。うわー、すごいね。うわー、レトロアームズのピストンが割れんの初めて見た。うわー、すごいね。そうか、いやー、これはここまでさ、見事に割れるとさ、なんかあっぱれだよねなんかね、うん、なんか清々しいですそうか、いやー、ちょっとね、補強とか入れてたんだけどね。いやー、もうほら、ギアもね、ものの見事に破断しちゃってるよ、ほら。うわー、すごいね、これ。へぇー。ゴミがめっちゃ入ってる。いやー、レトロアームズが割れるってあるんだね。いや、これは圧巻ですね。へへへ。割れた破片どこ行ったんだ？割れた破片を探さないとまずいね。いや、けどね、あれだね。40C のバッテリー使えるね。ここに入ってはいないな。おいおいおい、どこ行ったんだよ。だってさ、ここでしょ。ほら、ここの先がさ、ほら、ここの分どっかにあるはずだよ。どこだ？あ、いたいたうわー、おー、いやー、レトロアームズのピストンとこのギアが、ねえ、割れるってなかなか貴重な体験っすよ。ほー、すごいな。他影響ないかな、大丈夫かな。うわー、すっごいね。うん、他は大丈夫っぽいね。うん、単純にコロコロコロってここまで落っこってきた、あいコロコロコロってね、単純に落っこってきただけっぽいね。いやー、貴重なものを見れましたね。いやー、びっくりだわゲイってもう爽快な音がしましたね。いやー、 HEK ワールド初の、実験中にピスクラ。いやー、すごいねー、これ。いやー、ちゃんとね、 AOE も済ませたのにね。いやー、こうなるってことはやっぱり今のね、状況ってか、今のやり方だと秒間50は無理なんだね。まあね、秒間46であれば、とりあえず大丈夫そうなので、まあもう一回ね、このレトラムズのピストンをぶち込んで、秒間46でね、うん。まあ今回は締めようと思います。一回ね、まあ夢は見させてもらいました。49って出たんでね。はい、夢を見させてもらいました。はい。じゃあ、組み立てていこうと思います。はい。